はい、どうもグッサンです。それでは FF4 続きやっていきましょう。前回は何の塔やったっけ、なんちゃらの塔でそのゴルベーザと対峙して、でゴルベーザは逃げたんですけど、その後四天王の一人とまたぶつかってそいつをギリギリ倒したとこでしたね。なのでまあまああとは土のクリスタル、闇のクリスタルか、闇のクリスタルが確かいるはずなんで、それを取りに行かないとダメですね。ローザがちょっと、でどこへ行けばいいんだ、どこやったかな、当てはないみたいな感じ。あ、思い出した、ここや。アガルドの村、この村。その深さを測り知れないか。確かね、これをピッと。はい、じゃあ地底潜ります。シュー、赤い翼、ドワーフとやりや、とりあえず落ちる。エンタープライズがやられたか。あ、ドワーフ城です。ラリホー、ラリホーや地獄と人形、ジオット戦車隊か、
上の世界にはあのようなものが、ジオと。よっしゃ、ひとっ走り行ってくるからね。シド。シドがおらんくなったな。キャホホホ。人形。今度はこれか。カルゴブリンだ。怖くて可愛い人形さ。のこのこやってくるからさ。どうするかな、これ。これね、確か。いや、こいつらはそんな優しいわけがない。ある程度削っていきやがるな、やっぱり。大して回復せへんからな、魔力が低い。カルコブリン。うわ、やば。
プロテスかけとけばよかった。あーめんどくさい。あかん。ああ、えらいとこに来やるぞ。やられはせんやろうけど。900とか普通にやめてくれって言いたくなる。痛い。早いな。早いね、ゴルフ。
バブいるね、とか。あと一つか。マジでこれ、やり合うんですか、やはり。これ死ぬかな、やっぱり。え、それ無理やな。リアが来た。ちょっと待ってや、いきなりこんな状態からって、無理やろ。ちょっと待ってくれ、いきなりかよ。ちょっと待ってくれや。なあ、アホな。無理やろ。まずは、まずは、ああそうか、ハイポーション、ここでまずハイポーション使って、でもそんな言うてる場合やな、ね。攻撃できん、とりあえず。まずはそこ、まずはい、フェニックスの、やばい、あれ、あーあー、くそ、
られた。限界、厳重会みたいな。リディア兄ちゃんになったよな。これでマックスかな。私は死なん。手だけ出てくる。その手があれが。クリスタル持っていくんや。どんだけ油断しとんねん。いやもうほんまにすいませんよ。あれあんな油断の仕方ないやろ。バブイルの富士にし、ナーツのクリスタルを奪い返してもらえんのか。確かにそれは妙案や。
泊600ギル。はい、おやすみなさい。はい、ということで、今回の動画はこの辺りで、一旦閉じたいと思います。はい、それではまた次回の動画も、見に来てください。それでは失礼します。